とか覚えてるわけだよね。また来たわこの子って同じメニュー出して、でも一生懸命食べてくれて、美味しいって反応してくれてるっていうのは嬉しいことだと思いますよ。さすがプロやなと。いい意味でぐるぐる回ってる感じがする、ね、そう、ね、なるほどね。そんなえぐみちゃんですけれども、うん、さあここからなんですが、はい、いくみ丸分かり1週間、うん、ということでこのコーナーを進めていきたいと思います、はい、まああのいくみちゃんがですね、うん、どうぞスタッフ持ってきてくださいよ。はい、じゃあこれちょっと持っておいてもらってね、はい、どうですか、名古屋地区ではメーテレでですね、毎朝放送されております番組の中で、うん、名古屋丸分かり1週間というコーナーがあるんでね、その中でも、担当しているんですけれども、彼女がその中でその名古屋丸分かり1週間にかけていくみ丸分かり1週間と出したコーナーです。まあこれは名古屋をまあドデスカの中ではいろいろと紹介しているわけですけれども、うん、まあ彼女のことを探っていこうではないかと。まあ1週間かけて、はい、まあ1週間の中でもどんなことを必ずやりますよっていろんなテーマがあると思いますけれども、いろいろとね挙げていただきたいと思います、はい、まずはこちら、じゃん、はい、何これ、プラススープ、プラススープ、はい、はい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 、これ私スープがすっごい好きで、はい、家でいつもスープ作ってるんですよ、うん、だから食事の時も例えばなんかメインのものとプラススープ、いつも必ず、うん、朝とか時間がない時もそれ和食でプラス味噌汁っていう感じではないの？そう、もうちょっとだけ、うん、はい、味噌汁があってもプラススープ、え、味噌汁があってもプラススープ、そう、例えば一番好きなスープ、例えば自分で作るとしたらどういうものを作るんですか、うん、もうね、あのいつも一緒なんですけど、あのね、お水入れて、お水入れて、はい、はい、野菜を入れて、野菜入れて、はい、あのコンソメ入れるんです。コンソメ入れて、はい、終わりです。え、ポトフ？そう、それそれ。それはポトフだ。あ、ポトフだ。そう。あ、よかったよかった。ポトフですわ。うん、うん、それを。何その料理って言われて名前が出てこなかったらどうしようかなと思って。ポトフなんだ。ポトフ、ポトフ。じゃあ例えばソーセージも入れたりとか。そう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 、ね、それはもう冷蔵庫にある何でも。何でも入れて。何でも入れて。コンソメ。和食でも、うん、お魚食べてお味噌汁飲んでもポトフなんだ。うん、ポトフ。はあ、変わっとるな。そう、でも料理が全然できないんですよ。なので。あ。そうですか、料理全然できないですか。もう本当に苦手で今勉強中なんですけど、で唯一できるのがこれ。できそうなのにね。本当？割とまめにやってそうなのに。ダメですね。あ、そうですか。え、どんな料理作ってみたいですか。唐揚げとかできる。唐揚げとかできるでしょ。唐揚げなんてできると思うよ。じゃあでもね、本当に苦手でなんかね、でもいっぱいやっぱスーパーとかにも。やらなきゃと思って行くんですよ、うん、でもねこの前も魚、うん、はい、魚料理しようと思って、魚料理かなり高度じゃないですか、いろいろありますよ、焼き魚ね、スタッフはボーンと落としてますから、ドーンと落としてピャーってなってますけど、ね、ピャーってなってるけど、魚、ね、そう魚、はい、あ、これ途中でこういうあれ何をしてるんですか、あなたは。久しぶりですね。じゃあ改めてせっかくねカメラの前で自己紹介、なんでそんなこの姿勢で挨拶なんかしなくていいんですよ。じゃあドリンクを置いていただいて、いくみちゃんにも、はい、ありがとうございます。いくみちゃんは知ってるの。いや、今日初めて。もうじゃあ挨拶しなさいよ、ほら、あ、大人同士のこの、ね、やだ、どうしよう、どうも初めましてということで、自己紹介をどうぞ。なんだこの回、いやだちょっとなんだこの回、俺真ん中で、なんですかこれ、川崎です。はい、今井です。今井さん、今井さんね、久しぶりですね。久しぶりです。今日はセントラル、はい、復帰しました。あ、そういうことか。そういうことですか。はい、あ、そうなんで、いつから？今日。今日からなの？じゃあ今日からです。今日から復帰です。改めて自己紹介をしっかりとお願いします。はい、どうぞカメラ向かって。セントラルの今井誠です。また復帰しました。お願いしますね。まあいろんな出会いがあるわけですよ。はい、ね、一番初めにね。今井さんでございますので、はい、川崎さんでよろしくお願いします。お願いします、はい、ナイトでございます、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。ありがとうね、すみません。はい、ありがとうございました。いやーね、はい、こういう感じなんです、月セントラル TV って。いきなりお客さんが来てドリンク置いてくれて、そうなんだ、名前だけ言って帰ってくる、ゆるい感じですごいですよ、すごいパブリシティの番組です。びっくりしましたね、今すごいですよ、月セントラル TV、まあ、セントラルジャパンというのはそういう事務所なんだというね。いろんな方がいらっしゃって、うんうん、いろんな交流もできてっていう部分で、うんうんうん、ね、移籍されたばっかりじゃないですか。そうです、ね、今、うん、新鮮な気分でこの春を迎えるわけですよ、はい、ね、うん、この春からまた一段といろんな活躍を見せてくれると思いますけども、その中でも川崎いくみという女の子が、うん、週一でね、いろんなこう習慣がある、うん、さっきはまあプラススープという話をしてくれました。そうそう、はい、さあ続いて、続いて、ね、じゃん、はい、何でしょうか。
意外、おー意外、ギター来た、ギターです、ギター、ギター来た、そう、ウクレレのようなギターですね、ギターですよ、完全に、そうそう、ギター弾くのちょっと何の照れか分からへんけど、ギター弾くんだ、はい、それはもう前からですか。まあそうですね、5年ぐらい前ですね。あ、そう、はい、きっかけは何だったんですか。きっかけは仕事がすごく暇で、ほう、もうかなり時間があったんですよ。お、そんな時もありましたか。ですよね、そうそう、大変なんですよ、もう大変なんですよ、動いたらやる時おって、そうそうそう、ね、その時もやっぱりあってね、おうおう、その時に何かしたいなと思って、なんかしたい、なんかしたいと思って、ハードオフに行ったんですよね。まあね、東海地区で有名なお店なんですよ。そうですよ、ハードオフに行って、すごい安いギターが、うん、これだと思って買っちゃったんですよ、ついつい。で、じゃあ独学でやってるってことですか。今何を弾けるの。弾けるのは、うん、1曲だけ。お、5年間やって1曲だけ。はい、その何ですか。イエスタデーです。イエスタデー、はい、歌いながら。あ、そう。でもイエスタデーしか弾けないですね、5年やってる。イエスタデーってどんな曲。イエスタデーって曲でしょ。そう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 。あ、そう、そうです。あの曲をじゃあ弾きながら歌って、夜寝る前とか。どうした、何かあったか。寝る前にゆっくりとイエスタデーって昨日言うてんやろ。今から出て明日に向かってんのにイエスタデー言うてんやろ。昨日は良かった言うて。大丈夫か、疲れてんのか。ちょっと疲れてるかもしれないけど、でも5年ずつ、ですから、5年やってるから1曲だけ。相当うまいんですよイエスタデーが。あ、そう。他の曲もチャレンジするっていう気持ちはないの。イエスタデーオンリーで。オンリーで。あー、変わっとるな。おもろいよ、ギター来た。はい、続いてはこちら。